絵はちらっと見えるでしょうか。あの作品は、調和ということで、一応平和をメッセージとした絵となってまして、最初にハートを描いたんですけども、そこから海が現れて、空が現れて、そして世界が始まって、そして月と太陽と地球がいい調和を取れてるから僕らは命があって、そしてそんな平和な世界だから、クリスマスっていうこういう素敵な日があって、サンタさんがやってきて、また幸せな一年を終わるっていう。でも調和の取れた世界じゃないとそういう幸せなことは訪れないと僕は思うので、今回調和、調和はうまく取れた時に虹がかかって、そういう意味で虹も取れました。この僕の作品は騙し絵で、サンタさんとトナカイがこの窓から顔を出して驚かそうかなと思ってたんですけど、単純に驚かすだけが面白くないなと思いまして、鳩が、平和の象徴の鳩がジョン・レノンの、手紙ピーチっていうことで、このハッピークリスマスの歌詞が書かれた手紙を、届けてくれたという作品になってます。昔の、ハッピークリスマスのジョン・レノンの、レコードが、騙し絵のように載せてますので、もしよければ見てください。以上です。ありがとうございました。